こんにちは、店員佐藤です。今日はショットガンマイクロフォンの新製品 ECM-G1 を紹介したいと思います。この音声は VDOGCAM ZV-1 の内蔵マイクで録音しています。うちのお店の部屋の中で撮ってますので、部屋の中の反響音が割と入ってるんじゃないかなと思います。それをショットガンマイクロフォンを使うことによって、前の指向性の高い音だけ拾ってくるので、おそらくこの反響音が、録音されなくなるんじゃないかなと思います。ちょっと試しに切り替えてみます。音声を切り替えてみました。現在 ECM-G1 の音声になっています。プラグインパワーで、マルチシューから電源供給されているので、本当にマルチシューにマイクを挿すだけで、付け替えができます。なので簡単に今切り替えることができました。どうでしょう、指向性の高い音なので、もう部屋の反響とかそういう音が、聞こえないのではないでしょうか。私の音声だけがパッと入っているような感じになっているかと思います。今度は車載での、音声収録をテストしてみたいと思います。この音声は、ZV-E10 の内蔵マイクで録音しています。車内の響きなどもあるし、エンジンなどの雑音の、全てこれで、拾っていると思います。こんな形で、音声が聞こえると思うんですが、これを、新発売の ECM-G1 に、切り替えてみたいと思います。新しい、ショットガンマイクロフォンだとどんな音声になるでしょうか。聞き比べてみてください。はい、マイクを ECM-G1 に付け替えてみました。音声はいかがでしょう、変わったでしょうか。エアコンなども今回していて、まあ、それほど強くはないんですけども、あと走行音、それと今日はちょっと風が強いので風切り音もちょっと聞こえるんですが、その辺の音声はいかがでしょうか。割 と、話している人の声に集中して音声が取れているんじゃないかなと思います。はい、こんにちは、店員佐藤です。今度は、私の自宅で、音声収録をしてみました。これは今ZV-E10 の内蔵マイクを使って収録しています。この後、新発売のシューティングガンマイク、ECM-G1 に切り替えてみたいと思います。どうぞ。はい、マイクを切り替えてみました。 ECM-G1 の音声になってます。部屋の中で収録していますが、聞こえ方は変わってますでしょうか。ポイックポイック、ポイックの好きな色は何色？ピンク色が大好き大好きです。だそうです。私のテーマカラーなんですよ。全部ピンクにしたい。あ、そうなんだね。はい、こんにちは、店員佐藤です。今度は屋外で試してみます。明日台風が接近するということで、割と風が強い日になっております。屋外で収録していますが、私の音声はどうでしょうか。続いてこの後こちらの新発売の ECM-G1 に、変えてみようと思います。ショットガンマイクロフォンの ECM-G1 に切り替えてみました。音声の方はいかがでしょうか。今車はちょっと通ってきましたけど、車の音聞こえましたかね。あと風の音も、上に木がありまして、これが、鳴ってるんですけども、あ、今ちょっと風が止んできちゃったかな。あとセミの声がしますね。指向性の高いマイクだとこういった音が、入りづらくなってると思うんですが、いかがでしょうか。あ、今風が吹いてきたので木が鳴っています。セミも鳴いています。では今日は、東口から丸神の滝に行って西口に降りてくる45分のコースを歩いてみたいと思います。行ってきます。はい、じゃあこれから丸神の滝に行ってきます。行ってきます。
それは涼しいですね。それは涼しいですね。こっちは持ってくるんじゃない？これを？うん、道ある？ないか。あ、でも矢印こっちだもんね。ここから来たもんね。うん、こっち行くしかないんだ。これが滑りやすいところなのか。これはね、うん、でもちょっとある。うん。もう大丈夫。よし、ゴール。なんてことなかった。そうだな。